ジェイク・ジレンホールは、アメリカ合衆国の俳優。身長183センチメートル。スウェーデン系、ジランホールの発音は、ユルレンハール表記が近いが、出身地アメリカでの発音は、ジレンホール表記が近い。日本では、ギレンホール表記が定着している。米国カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ジェイコブ・ベンジャミン・ジレンホールとして生まれた。父親は映画監督のスティーブン・ジレンホール、母親は脚本家のナオミ・フォナー、姉は女優のマギー・ジレンホールである。父方からはスウェーデン人の、母方からはユダヤ人の血を引く。1998年にロサンゼルス市内のハイスクールを卒業。コロンビア大学に進学したが、キャリアを優先するために2年で中退。1991年公開のシティスリッカーズでビリー・クリスタルの息子役でデビュー。1999年公開の遠い空の向こうにで映画初主演を果たし、批評家から高い評価を受ける。2001年公開のドニー・ダーコでは主人公ドニーを演じ、インディペンデント・スピリット賞主演男優賞候補へ。以後、米国期待の若手俳優として注目を浴びた。2002年にはウエストエンドでケネス・ロナーガンの舞台 This is Our Youth に出演。2005年公開のブロークバックマウンテンでは愛の欲望に忠実なジャックを演じ、英国アカデミー賞助演男優賞を受賞、アカデミー助演男優賞にノミネートされた。国際的にも人気があり、ピープル誌が選ぶ最も美しい人50人の一人に選ばれており、同誌の2006年の最もセクシーな独身男性にも選出されている。2015年5月に開催された第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で審査員を務めた。様々に役柄を演じることからカメレオン俳優とも評される。ジレンホールという姓はスウェーデン系の中でも珍しい。意味は金の部屋で中世に王族から与えられた名誉ある姓だと説明している。かつては誰もレオナルド・ディカプリオの姓をきちんと発音できなかったが、今ではみんな当たり前に綴れるようになった。自分もスターになればこの姓も珍しいものではなくなると語っている。また、この姓の発音の仕方が難しいのを認めており、自身が発音の仕方を教えたことがある。かつて、ジェイミー・キング、ナタリー・ポートマンなどと交際。姉の友人でもある女優のキルスティン・ダンストと2002年9月頃から交際を始め、その後何度かオンオフ状態の繰り返しを経て、2005年12月頃までに破局。2007年から女優のリース・ウィザースプーンと交際、2009年11月に破局。2010年には一時、歌手のテイラー・スウィフトと交際し、騒がれた。女優のジェイミー・リー・カーティスは後見人である。自身はブロークバックマウンテンで共演したヒース・レジャーとミシェル・ウィリアムズの長女マチルダの後見人となっている。AB、痛すぎるセレブたち、ジェイク・ギレンホールか、ジレンホールか、どちらでもないよ。正しくはテキンサイト、2020年11月23日、閲覧。A、ジェイコブ・ベンジャミン・ジランホールハット、痛すぎるセレブたち、番外編、ジェイク姉。女優マギー・ギレンホールが女児出産。テキンサイト2020年11月23日閲覧。A、50 Most Beautiful People A、Hottest Bachelors of 2006、ザ・ジュリー・オブ・ザ・68スフェスティバルでカンヌ。2015年4月23日閲覧。ジェイク・ギレンホール、縦横無尽なカメレオン俳優が今年は、祭り状態 cinemacafE.net、ハットカーステンダンスト&ジェイク・ジランホールスプリット、ハットリース・ウィザースプーン&ジェイク・ジランホール、カム・アウト・ワズ、A カップル・デューリング、A ロマンティック、トリップ・ツー・ローマ・ハット、テイラー・スウィフトとジェイク・ジレンホールが破局。シネマトゥデイ。http://www.cinematoday.jp/page/n0022939772013年1月5日閲覧。ジェイク、S プログレス、ハットジェイク・ジランホール2ヘルプ A デバステーティッド、ミシェル・ウィリアムズ。ありがとうございます。